海譜の利用は日本の天文学者、国立天文大名誉教授、東京大学博士。専門は電波天文学、赤外線天文学、特に生還物質、生と惑星の形成に関する研究。1943年、新潟市出身。生後半年間は佐渡島まで過ごしていた。1998年に日本学新賞を受賞した。 2012年から2015年、国際天文学連合会長、信十四4位、随法中受賞受賞。2019年、成居。75歳を打つ。父親はハン長男は人類進化学者で、公開実験で、日本人のルーツを探っている、国立科学博物館人類研究部人類史、研究グループ長の海部洋介。元首相の海部都市記はいとこ。 物理学者の小林誠は重定。1966年、大学院生として赤羽賢治、森本正らによる宇宙電波グループに参加。我が国初の先端大型望遠鏡である長野県延山の合計45メートル大型電波望遠鏡の設計から建設まで中心的な役割を果たした。この際、波長が最も短い電波であるミリ波に及る、 星間分子スペクトルの天文学的重要性に着目し、45メートル電波望遠鏡の高精度化を進める。一方、超大型音響光学型電波分光計を世界に先駆けて開発した。完成後はこれらを用いて、星間分子雲からの星の形成の観測、また分子科学の研究者と協力して、多くの新分子を宇宙で発見するなど、 新しい分野であるミリ波の観測、研究で第一線に立った。この業績により、1987年に森本正樹と共に西名記念賞、1998年に日本学士印象を受賞した。佐読付きジャーナルへのオーブン論文約120編のの、他、国際研究会発表論文50編、赤羽、海譜、田原著。 宇宙電波天文学などのテキストがある。1991年、建設を開始する、スバル望遠鏡プロジェクトのため、延山宇宙電波観測所から、国立天文台本部に移り、公募により、スバル望遠鏡のニックネームを選んだ。1994年から、スバルプロジェクト推進部主管、また1997年からは、初代ハワイ観測所長として、 日本で初めての海外観測所を立ち上げ、またマウナケア山頂での建設をリードして、スバル望遠鏡を完成に導いた。2000年にスバル望遠鏡の建設を終えて帰国し、国立天文台長となる。ミリ波、サブミリ波の国際計画アルマ望遠鏡を、米、王と共に建設する計画をスタートさせた。また法人化の波の中で、 大学共同利用機関法人への転換に尽力し、国立天文台の新たな体制を整備した。人気満了で天文台を退職後は、放送大学教授となり、日本学術会議での活動と並行して科学の社会教育に尽力した。研究面では、長年のテーマだった宇宙の生命に関する研究と、その推進に取り組み、地球科学、 生命科学の研究者らと共同作業を進めている。この間、1980年代後半から、イギリス赤外線望遠鏡と延山とのミリ波、赤外線に知恵協力計画を主導して、大きな成果を収め、英国王立天文学会から外国人会遊に推挙された。また1990年以来、東アジアの天文学交流を進める。 東アジア天文学者会議を組織し、2005年に日本、中国、韓国、台湾の国立天文機関の協議体である以降、設立した。国際天文学連合でも1997年から2000年まで会長予定者、2000年から2003年まで副会長を務めるなど、国際的にも広く活動してきた。2009年から IAU 会長を予定者を務め、 2012年8月に IAU 会長に就任。IAU 会長を務めるのはアジアで3人目。日本では古材義秀に次いで2人目である。内閣官房内閣広報室のメールマガジンへの寄稿に際して公表された肖像写真2005年に日本学術会議会員に押され、第三部部長となる。2011年までの任期6年の間、 開祖直後の日本学術会議の組織整備、学術全分野からの発信としての日本の展望を推進した。また、日本として初めての全科学分野を網羅する学術の大型計画マスタープランを実現し、日本の科学政策に貢献した。科学の普及には、延山での活動など早くから取り組み、子供向け、一般向けの著書が多数ある。 1977年に絵本、時間の研究で 3K 児童出版文化賞を受けたほか、科学の本の書評を10年以上続け、2012年に世界を知る101冊で毎日書評賞を受賞した。史家、文学と宇宙、科学をつなぐ著作も多い。2009年のユネスコアイ IAU 共同、世界天文年2009では、日本委員長及び国際組織委員、 その後は研究者、教育者、アマチュア団体を網羅した日本天文協議会会長など科学と天文学の普及に取り組む。放送大学では科学の社会教育、科学コミュニケーションをテーマに天文宇宙教育カリキュラムの刷新、修士家庭学生の教育、新しいイメージによる講義の作成などに取り組んだほか、放送大学客員教授として教育、指導に当たった。 ありがとうございます。